アルトがヨークシャテリアで8歳です。ライトはトイプードルで4歳になります。ライトは食いしん坊で人懐っこくて、ドッグランに行った時に元気いっぱいで走り出して、そしたら違う飼い主の方のところにかけていってゴロンってして笑われてましたね。ライトはもう走り回って元気いっぱいなんですけど、でもアルトのことが気になって、こうアルトが遠くを歩いてるとかけて戻っていったり、違うコースを歩いてると見つけて走り出したりして、アルトとライトはいつもお布団で一緒に寝てるんですけど、これからも一緒に寝ようねって言いたいです。